第四次依存葬の戦いとは、1915年11月10日から12月2日にかけてイタリア王国とオーストリア・ハンガリー帝国との間で起こった第一次世界大戦におけるイタリア戦線で行われた海戦のことである。本海戦は他の依存葬の戦いとは違い、短期間で終わった。そのため、第三次依存葬の戦いの続きと考えられることもある。 両軍は前線の全域に均等配置されたが、戦闘の大部分は孤立屋とクラス高原に集中した。孤立屋を攻撃目標に定めたイタリア第二軍は孤立屋の西方に位置するオスラビエを占領した。その間、沿岸付近には陣取らなかった第三軍は無意味な攻撃を実施しようとしていた。イタリア第三軍は5回にわたりマウント西武を攻撃したが、 すべてトロに終わった。戦闘の激しさが増し出した11月末には、トールミンの共闘法の両岸部において激しい爆破が起きた。死傷者の割合はその時が最も高かった。その後、12月の最初の15日間の間だけは、戦闘は小規模になった。原因として、本格的に陶器が迫ってきたこと、補給物資が不足しがちとなり、作戦できなくなったためである。 莫大な損害を有料したオーストリア・ハンガリーの司令部は初めてイタリアの行為に反対していたドイツ帝国に軍の派遣を要請した。ドイツ帝国のイタリア戦線に干渉するのはようやく第11次依存との戦いが始まる時となる。ありがとうございます。